それではこれから車座トークを開始させていただきたいと思います。本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。車座ふるさとトークの趣旨は、大臣等が各地にお邪魔をいたしまして、テーマを決めまして、その地の方々と少人数でこのような車座の対話を行いまして、生の声をつぶさに聞きまして、安倍内閣の政策に生かそうとするものでございます。今回のテーマは漫画アニメとポップカルチャーを活用した地域活性化についてということでございます。皆様の率直なご意見もいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、宮川典子文部科学大臣政務官からご挨拶を申し上げますので、政務官こちらの方に。そうですね、こちらで、はい、またちょっと戻っていただきますけれども、はい、一度こちらで、はい、皆様改めましてこんにちは。今日は本当に大変貴重なお時間をこの車座トークに費やしていただいてありがとうございます。ただいま紹介がありました文部科学大臣政務官の宮川典子と申します。今日は本当に北九州に来るのを大変楽しみにしておりまして、北九州にはあんまり実はいい思い出がなくて、山口から北九州空港で最終便に乗らなきゃいけない時に、爆走してましてですね、間に合わなくて、で安倍晋三総理の秘書さんが警察に捕まるっていうそういうことがあったりして、なんとなくなんかあの橋を渡るとドキドキするんですが、今日はいろんなところを見せていただきました。門司港のあたりもそうですし、松永文庫、そして漫画ミュージアムと拝見しましたけれども、大変参考になることがあったと思います。私も実は山梨県の出身なんですが、山梨で山梨県アニメ漫画プロジェクト推進協議会顧問っていうのをやってまして、でこれはそのアニメを使って街づくりをしようじゃないかということをやっているんですが、山梨県はやっぱり視野狭いなというふうに思ったのは、人気のある声優さんを漫画で使って、で人気のある作家さんの漫画で声優をさせて、なんとなくその人気で人を寄せようとするというような感じで、山梨県の良さとかですね、作家さんの良さっていうのがあんまりこう出ていないんじゃないかなと今日ミュージアムを拝見していて思いました。それじゃあやっぱり街づくりにはつながらないんじゃないかなということを思って、今日は皆さんからぜひこうやって北九州が漫画などを中心にして、いろいろ成長してきたことについてお話を伺えればと思っております。この車座トークっていうのは私が一方的に話すのではなく、皆さんからご意見を受けたまわって、これからの文部科学省の政策、また政府の政策に、上げていくというものですので、私は黙っておりますので、元教師なんで喋り始めると長いもんですから黙っておりますので、ぜひいろんな忌憚のないご意見をいただければと思っております。であともう一つはですね、もしお話の中で入れていただければありがたいんですが、サブカルチャーとかポップカルチャーというふうに漫画とかアニメが言われるようになりますけど、じゃあ何がメインなんだと、歌舞伎だったらメインなんですか、クラシックコンサートができるんだったらメインなんですか、サブとかポップって一体どこから来たのかっていうのをちょっと今日も文科省の職員とちょっと国会答弁をさらってみようというふうに今ちょうど話してたんですが、もう文化のど真ん中に私は来ていると思います。で先ほど伺ったら原画なんかは、5000万点あると。でそれをこれから収容していくにはとてもこの規模じゃ足りないし、 全国にある漫画ミュージアムでやっても多分足りないというふうになった時に、これをサブだというふうに言ってていいのかというのもちょっとこう心の中で疑問を持ったところがございます。ぜひ皆さんがいろんなイベントをなさったり、いろんなお立場でこういうものに関わっていらっしゃるときに、サブとかポップっていう言い方が悪いわけじゃないですか、なんでこれがメインにならないのかっていうのも、もしご意見いただけたらありがたいなと思っております。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速トークに移りたいと思います。ここからの進行は北九州、九州市市民文化スポーツ局の横川係長にお願いします。北九州市文化企画課の横川です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、北九州の取り組みにつきまして少しビデオでですねご紹介をさせていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。それでは、3分ぐらいのですね、ビデオを流させていただきたいと思います。少々お待ちくださいませ。
ございました。ありがとうございます。このようにですね、北九州市今ポップカルチャーの街として、いろんな取り組みをですねまさに進めようとしているという時に、本日のですねこのトークをさせていただき非常にありがたい機会をいただきまして本当にありがとうございます。それではですね、本日の進行につきまして、まず説明させていただきたいんですけれど、まずはですね各参加者の皆様から自己紹介を兼ねまして簡単にテーマとの関わりについてお話しいただければと思います。例えばですけれど、漫画アニメ、ポップカルチャーを活用した、地域活性化への関心事であったりですね、などなど自己紹介を交えてですね、お話しいただきたいんですけれど、本日時間がですね限られておりますので1分以内で、一言ずつお願いできればと思います。それではまず私から、私は北九州市文化企画課の横川と申します。私はですね仕事として今回このポップカルチャー分野のですねお仕事をさせていただいております。これはですね北九州市が昨年度文化庁様より先進的な拠点に指定をしていただきまして、そして今年度はですねさらに国際的な拠点としてこのメディア芸術の分野で指定をしていただいたということで、その仕事をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次に、戦艦の隣の秘密基地代表の岡秀樹さんから反時計回りで、お願いをしたいと思います。紹介したあれ使いました、コワーキングスペース秘密基地というですねコワーキングスペースを運営していまして、で、フリーランスですねの人たちがたくさん集まっていたり、もしくは、先ほど紹介ありましたけどファビットさんみたいなそんな感じの施設でございます。あとですねそういったところにいろいろ人が集まるものですから、そのフリーランスの、たくさん会員もいっぱいいるんですが、その人たちで街づくりもそのままやってしまうというような、たくさん多農耕の人たちが多いので、そこからこう新しいものを生み出すということをやっています。例えばフードフェスティバルとかですね、年間、合計、十数回イベントするんですが、延べ100万人ぐらいですね、集客するようなイベントをやっています。このポップカルチャーの並びにですね、文化芸術のところでも何か寄与できることないかなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。アダルシティの松下と申します。よろしくお願いします。隣の商業施設ですね、アダルシティの方を運営しておりまして、あと毎月声優さんを東京から呼んだりだとか、トークショーですね、そういったイベントだとか、あと先ほどの北九州さんと一緒に北九州ポップカルチャーフェスティバルを5回運営、今年になりますけど運営を主にさせていただいております。イベントの方に関しましてはやはり、地方ですのでなかなかゲストさんが来ることが難しいところもあるんですけど、やはり子どもたちが近くで生の本物を見るっていうのを一番なんですかね、経験として今後、参考に一番いい体験っていうのがなると思ってますので、そこに対して力を入れているという形で日々活動しております。本日よろしくお願いいたします。イラストレーターの椎茸と申します。私は普段はフリーランスで個人で国内の東京とか、あと地元の福岡県内のコミックイベントと呼ばれるイベントの参加者として活動していまして、で中にはフランスのジャパンエキスポとか台湾とかアジア各国のコミックイベントにも申し込んで参加しています。でフランスでは絵本のイラストを数冊手掛けております。で今回は参加者側の一意見としてではありますが、ここ10年くらいの活動の中で少しでもお役に立つ情報があればと思っております。よろしくお願いします。漫画ミュージアムの表でございます。よろしくお願いします。漫画ミュージアム、漫画の資料を収集保存して、で展覧会をしたり、でそれを漫画読んでいただいたり、それから漫画を描くための体験イベントとしたり、して2012年オープンは5年余り経っておりますが、ここ数年は創作支援と我々によりますけれども、作家さんの創作支援に力を入れ始めておりまして、一つは後ろにちゃんと映ってますが、北九州国際漫画大賞という4コマ漫画の国際コンテストを一昨年からやっておりますのと、あと、去年ですね九州コミュニティアという同時即売会、それもパリとかではなくてオリジナルのものに絞った同時即売会が立ち上がりまして、それにも参画するというか、一応私も普段の活動に関わっていまして、そっちのサポートなんかもしております。なので、漫画の施設っ
ていう一つの、まあ、あの拠点を使ってと、あのクリエイターが、仕事しやすい環境になっていけるか、そのことによって街の魅力とパワーが上げていくことができるかとか、そういったことを考えながら日々やってますので、職としては専門研究員という名前になってまして、学芸員が2名いて秘書が2名いて、でその学芸員を束ねるような立場でやってますんで、まあ、割とあの外を取り込むことが多いというか、あのここにいらっしゃる方たちに普段からいろいろお世話になっております。そんな感じでございますので、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。北九州市立大学准教授の安倍晋です。お願いします。あの私大学で、和製画と異文化を研究しています。あのそれと去年バイリンガルブログを始めて、でそれを通してあのアメリカと日本の、文化の違いを本当にあの買ってもらえたらなと思って、でそしてあのそれと、同時に新聞のコラムを書いたり、あのテレビのコメンテーターをやったり、いろんなあの活動をしてるんですけど、でもあの、一番多分楽しんでるのはそういうアメリカと日本の文化の違いを、なんかあの他の文化のことを分かったら自分の文化の魅力も分かるようになるし、で他の、あの、あの国の やり方も分かるようになるから、それはすごくあのあの私の活動一番中心になっていることだなと思ってます。で、小野さんと、一緒にあの、北九州の PR の、YouTube ビデオも作ってますから、あの北九州の魅力を日本中に世界中に伝えたらいいなと思っています。よろしくお願いします。株式会社ポルトの大野と申します。2015年7月に立ち上げた漫画とアニメ、それと、まあ、ワクワクするものを全部やっていこうという会社で立ち上がりました。まあ、1年目から潰れると言われました。なぜかというと、漫画とアニメで地方でお金に換える、そのことありえない、だいたい東京の有名なものを持ってきてなんぼだと、いうふうに言われました。で我々今3年、おかげさまで1年目から黒字計上して、日々成長して今3年目です。今年も6月で3年目の決算を終えますけれども、あの福岡銀行さんに褒められるぐらいになってきました。でこれはですね、僕がやってるのは逆三角形ビジネス、東京を中心としたピラミッド状の、頂点に有名作家がいて、底辺何もない、分からってない無名、それをひっくり返すと逆三角形、逆三角形ビジネスが。でなぜかというと、その素人さんは、まあ、アマチュアさんも含めて、あのセミプロも含めてやっぱり自由にやってくれます。で権利が我々になります。でそれを中心に展開するというビジネスを今やっております。で、漫画アニメから派生していろんなことやってますけども、あんちゃんと YouTube 番組もスタートしたいと思ってますし、椎茸さんとバナナ姫、一時創作やらせていただいて、それが井上さんという三次元になったりしてます。それを起こすことが我々が、地方でコンテンツを起こしてグイグイやっていく。でもう一つは宝が眠ってるんですけど、若い人もそうなんですけれども、ベテラン作家さんがいらっしゃいます。まあ、松本先生も東京にいらっしゃいますし、地域出身の方、もしくは地域にまだいらっしゃる山田先生のような、こういう宝を再度出していくというのが私のミッションです。以上です。よろしくお願いします。はい、北九州サブカルチャー協会の森田と申します。よろしくお願いいたします。はい、この団体のですね、主な活動といたしましては、九州各地で活躍しているアニメソングを歌うアマチュアシンガーさん、こちらの方のですね、まあ、支援や、プロデュースをしております。今ですね、ライブイベントであったり、北九州アニソンコンテスト、こちらゲストさんを呼んでですね、これはもう全国各地から応募をしていただくようなもうイベントになりました。このような形でですね、北九州からあの世界に、羽ばたくようなですねスターを作り出していきたいなというふうに今活動しております。本日はよろしくお願いいたします。失礼します。こんにちは、漫画家の山田恵子です。1987年にデビューしまして、今年で31年間なんとか生き延びることができました。少女漫画は14年ぐらいでもう燃え尽きてしまって、その後女性誌に行ったり青年誌に行ったりしましたが、あの案外と一冊だけではもうあの人気がなくなっても、いろんなところに日本の漫画界は広大で、年代によっていろんな雑誌があります。ですから他
ここがダメならあっち、あっちがダメならあっちみたいな感じで、今学習書籍やハーレクインまで書くようになりました。あともう少しだけとにかくできる限り頑張っていろんなジャンルの漫画を書いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。こんにちは、株式会社丸藤の後藤と申します。よろしくお願いします。我が社の方が北九州はですね、いい食材がありまして、まあ、クラギュとか大間のタケノコとか、まあ、まずそういった食材を北九州から県外に発信したいということで名物のお弁当を作ってました。でここ最近漫画ミュージアムのオープンとかその新幹線のさくらの開通に合わせて何かできないかな、まあ、四国高知であると柳瀬さんのアンパンマンミュージアムとかそういうものもあって、まあ、アニメで北九州ゆかりがあって新幹線といえば松本零士先生ということで39弁当、これも本当雲の上の存在の先生でなかなか商品化なるかどうかわからない中をずっとさせていただいて、まあ、形になってですね、でその次に第2弾で山田恵子先生の頭の漫画をベースにした歴史上の人物をいろいろ描いていただいてですね、なかなか大体漫画家さんはもう東京に行かれるんですけど北九州地元で一生懸命頑張っていただいている山田先生をまたお弁当で発信を、さらに北九州の発信を一緒にできたらいいなと思って、まあ、いろんな、まあ、できることがどうしても本業のお弁当なんでお弁当とか食を通じて町おこしができたらなと思って、まあ、ここ最近はアニメ漫画、まあ、それを含めてインバウンドの関係、海外日本のアニメが結構人気があるということでそういった部門までちょっと今やっております。本当今日よろしくお願いします。こんにちは、ホーユー株式会社の福岡と申します。本日はよろしくお願いします。本日会場としてご利用いただいておりますパビット北九州ですね、こちらを、運営させていただいております。実は北九州と、弊社の方はですね東京の方にも実は拠点がございまして同じパビットの、京橋店をですね実は運営させていただいておりまして、弊社としてはまだ起業してまだ4年目ですね、ようやく4年目を迎えるまだまだ体力のないベンチャー企業でございますけれども主要な事業としてはシステム開発とウェブの開発の事業をさせていただいておりまして、まあ、いわゆるコワーキングスペースの運営と、そのシステム開発、ウェブ開発のお仕事というものを両輪でですね、させていただきつつ、いわゆる人の交流と、ウェブのネットワーク上での交流といいますか、そういったものを両輪でさせていただいて、また東京と北九州との間で、仕事と、人と人との間をこうブリッジさせていただくようなことをですね、日々させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございました。それでは早速ですね、こちらの、今回の車座トークの方に移りたいと思うんですけれど、今回は、自由にというふうに、大臣政務官の方にですねからおっしゃっていただいたので皆さん自由にご発言いただきたいと思うんですけれど、最初にですね、政務官の方から、一つ投げかけがありました。なぜサブカルなのかというところですね。私もメインになってきてるんじゃないかなというふうに思うんですけれど、森田さんどうでしょうか。その今お名前がですね北九州サブカルチャー協会というお名前になってるんですけれど、この名前になった、由来でありますか、そして、どんどんこれ今までやってきた活動がどのように変化してきているとかそういったことはありますか。はい、そうですね、実はこの団体の名前をつけるときにも実はサブカルチャーというところでメインカルチャーというやっぱり意味合いも全部調べてちょっと考えてはいたんですけども、ただ今のこのアニメであったりゲーム漫画とかですね、これを一般的に表記するのに分かりやすいというところでサブカルチャーという名前をというとこの団体付けさせてもらいました。で北九州市はポップカルチャーという名前を歌ってはいるんですけども、今の段階ではまだポップカルチャーというのはちょっと浸透してないということで何をやっているかわからない団体というふうにちょっとこう最初に思われそうだなということで、そのサブカルチャーという表記はあえてひらがなにすることによってちょっと柔らかくしてもう少し親しみやすいですね名前にはしたつもりではあります。ただこれは本当に今
もうメインカルチャーだと自分は思っております。新しい産業で今日本の代表する世界にですね打ち出すものだと思ってますので、まあ、今後また名前が変わるようになるんではないかなというふうには思っています。森田さんの時では主にコスプレをされてらっしゃるんですよね。他の分野もいろいろされてるんですか。そうですね、コスプレ の、まあ、サミットの審査員もさせていただいてですね、イベントまた先ほど言いましたアニゾンのですね、イベントまたですね今度は取り組もうとしているのが e スポーツ、はい、こちらの方はまたどんどん世界に打っていける産業だと思ってますので、今こちらの方を取り組んでおります。ありがとうございます。今サブカルチャーというお話出ましたけれど、一般的にはそのサブカルチャーといったり、ポップカルチャーといったりいろいろちょっとまちまちなんですね、正直言うと。で、公共的にはポップカルチャーという言い方してますけれど、それで北九州市もですね、ポップカルチャーフェスティバルというのを毎年、先ほどですね、映像にもありましたけれど、させていただいてます。ポップカルチャーフェスティバルを、主催しているのはアルアルシティさん、マシサさんのところがされていらっしゃって、市と一緒にですね、されてると思うんですけれど、マシサさんの方ではやっぱりポップカルチャーという名前にした、由来でありますとか、あとはやっぱりポップカルチャーフェスティバル、もう5回目を過ぎてということですけれど、やっぱり外国人の方の訪問も増えてると思います。その辺の変化とかも合わせてお伝えいただけますか。まず RRC ができた時ですね、最初はキャッチコピーとしては、サブカルチャーの、発信というので、日本中に発信というサブカルチャーということを確かに使ってたんですけども、やはりサブカルチャーだとちょっとニッチな層だとかそういった形になってしまいまして、確かにこうイコールで結びやすいところではあるんですけど、逆にこう地域と活性化ってなった場合に、地方でこう何ですかね、来館者数だとか皆さんに親しんでもらうにはポップカルチャーっていうそのちょっと裾野を広げて、一般の方にもやはりこうアラルシティに遊びに来ていただかないといけないっていう部分も含めてポップカルチャーっていう表記にそれ以降は変えてですね、で北九州さんと一緒にそのポップカルチャーを発信っていうので、ポップカルチャーフェスティバルをさせていただいております。で海外の方も確かに増えてきたんですけど、先ほど の松本零士さんの、銀河鉄道ですかねの像だとか、あいたやはり海外の方は言葉も喋れない方もいらっしゃったりしますので、写真が撮れるスポットとかそういったところがもっと増えてくると、シンプルに分かりやすくて、言葉の壁も別にいらないですし、逆に日本の方でもその来て見て分かりやすい、撮影して楽しいっていうところがありますので、そういったところをちょっと今後増やしていければいいかなという形では考えています。はい、ありがとうございます。いかがでしょう、先輩、そういった、サブカルチャーとポップカルチャーの違いというのはあるんですけれど、答えになってないかもしれませんけれど、先ほどのですね、いや皆さんのお考えになっていることはやっぱり次のフェーズに来てるなということを感じています。確かにポップカルチャーとかサブカルチャーといってアニメ、漫画、その他のいろんなものコンテンツをですね取り上げていこうというふうに国も一生懸命頑張ってきたわけですけど、もうフェーズが変わってるんじゃないかなっていうふうに思います。もっと美術的な面とか文化的な面とかで地域振興の面とかっていうことを考えたときに、これをサブにしておいたらまさに今おっしゃったようにもう身にならないというかですね、で今私も先ほど申し上げたプロジェクト推進協議会をやっていて思うのは、何にも地域の人たちが動かないんです。一生懸命地元のための漫画を一作二作と作ってるんですけど、誰も興味関心を持ってくれないというのはやっぱりサブだからいいとかですね、であとはその自分たちには関係のないことだということとか、実感を持って身近なものだというふうに感じられないというのも多分あるんだと思います。であと予算的な問題もあって、いろんなものをこう街中に送って置いたり作ったりすることが難しいっていうのもあると思うんですけれども、先ほどの写真が撮れるようなところを1個作っとくとかですね、でコスプレもなんかコスプレやる人たちってちょっと変な人、奇妙な人みたいな感じがしますけど、別にファッションの中の一つだと思うんですね。今日はパンツを履いてたけど明日はミニスカートを履きますみたいなのとそんなに変わらなくて、
それがやっぱりファッションっていうのがまだ日本の中では文化になってないとかっていうことも、もう一回こう考え直さなきゃいけないなと。あのサブカルチャーが盛り上がったおかげで、本来文化と言ってるもの、文化とか芸術っていうふうに言ってるものがもう一回見直さなきゃいけないのかな、根本を、ということを、まあ、今お話を伺っていても思いました。はい、ありがとうございます。アンさんどうでしょうか。その、まあ、外国から来られてですね、日本ではまあサブカルチャーとかポップカルチャーとかいろんな言い方、まあ、してるんですけど、であのアメリカから来られたということですけど、アメリカではそういう、こう仕分けみたいなのあるんですか。多分このあの多分日本に私より漫画アニメを知らない人は多分いないと思うんですよね。あの本当はね、私は、漫画とアニメは今まではあんまり興味がなくて、であのアメリカのコミックの概念書しかなくて、あの軽い感じがしますよね。で、まあ、これは本当になんか本に読んでるんじゃないとか、あのそれなんか本当になんかあのなんか文化じゃないとかいろいろ考えたんですけど、で4年前ぐらいに、北九大からあの姉妹校のオールドミニオ大学にあの、公開教員として行って、そこで日本文化についてあの、教えてたね。でその学生たちはほとんど漫画アニメが好きだから私の授業を受けたんですね。であのあのその時に私のちょっとプライドがあの高くて、いやそれは日本の文化じゃない、本当の日本の文化を教えてあげようかみたいな感じで ね、日本の、教育に対しての考え方とか食べ物とかあの宗教とかそういうことを教えてあげようかみたいな、すごくプライドがあの高かったね。であの今年はその考え方を考えられるようなことは2つあったんですね。1つはあの私の、娘はすごい本を読むことが大嫌いなんだけど、漫画が大好きで、漫画があるともう延々と読める、永遠に読める。で、あ、まあ、これはいいんじゃないかなと思って、もう本当に本が大嫌いなんだけど漫画ならもう何時間も読む。で、2つ目は1月にあの TEDx 福岡のイベントで文化と世界観につ文化と世界観 の, あのつながりについて発表しましたね。で、やっぱりその世界観、その文化の下にある世界観がわからないと、あの文化を理解することができないなと思って、で日本人はあまり普通に世界観という単語は普通 の, あの会話に出てこないんですけど、でもやっぱりそれの下にありますよね、あの土台になってる。で、その後あのずっと友達と世界観のことを話してて、であの友達が千と千尋の神隠し絶対なんか見なきゃいけないよ、それは日本の世界観、あの日本の世界観がたくさん入ってるよって、で考えたらあの映画の意味が全然わからなかった。私何言ってるか、どういう意味があるかって全然わからなくて、でやっぱりそのアニメはすごく深いなと思って、その軽いじゃなくて、その日本の考え方、日本の世界観がしっかり入ってる。でそのアニメの意味が分からなかった理由は日本の世界観が分かってないからなと思って、であの友達と一緒に見てこう解釈してくれたよね。で、あそうなんだ、あ それは日本の神様なんだ、あそれはもう環境のなんとかね。でその時はすごいアニメの価値がもうあるのみたいな、あすごい価値があるね、もうそういうなんかサブカルチャーじゃなくてメインカルチャーじゃないと思って、ですごくその文化じゃないとかもうずっと批判されたんだけど、でもこれ以上の文化はないと思う、そういうアニメとか漫画は結構深いなと思って、だからその案が漫画とかアニメを使って、そしてそれを使って日本の文化を教えようかなと思って、それはなんかとても素晴らしいことだと思ってますね。だからそういうなんか私の考え方もすごく変わったんですね。だから常に楽しんでることでしょ、なんか漫画とかね。だからそれを楽しみながら海外に、日本の文化とか世界観とかそれを教えていけるのがすごく素晴らしいなと思っています。ありがとうございます。そうですね、やっぱりその外国から見てもやっぱり日本の、まあ、こういうカルチャーというのはもうメインカルチャーなんだという、まあ、ご意見でありますけれど、
大本さんどうでしょう、その漫画ミュージアムの、まあ研究員としてですね、はい、今のお話ありましたけれど、まあ、思想史漫画研究が、まあ、専門ということで、その辺のこう、今までの、まあ、認識との変化というのはどのように捉えていますか。一つ重要なのが、まあ、先ほどコミックの概念がありましたけど、日本のいう漫画っていう概念があまりにも広く曖昧なところに多分いろんな問題が起きる素地があってというのは、コミックというのはおっしゃる通りコミカルなものが書かれるものなんですけど、一方で日本で言えばその深い感銘を与えるものはグラフィックノベルというジャンルがアメリカにあって、その日本としては両方漫画なんだけども、アメリカの書店に行くとこれはコミック、これはグラフィックノベルっていうのが分かれてるんですよ。 でもそれはそういう意味ではちゃんとその表現としては、使っている表現としては、まあ、いわゆるコマ漫画なんだけれども、何をどういうものを受け止めるために読んでいるのか、単な時間つぶしなのか、何か人生の深い意味を読み取るものなのかっていうのがちゃんと紐付けられているとか、ラベルリングされているという意味ではいいことなんですけど、ただ一方で日本の曖昧な漠然たる漫画の概念のいいところは、あまりこう序列化とか分断をしない、これはいい漫画、これは悪い漫画みたいな方に、文学の方だと純文学、大衆文学で割とそこを分けたがりますけど、漫画はそこをあんまり分けない方がいい。だからこそそういうものが混然一体と、あるいにいいもの悪いものも混然一体とあったからこそこれだけ発展してきたっていうことがあるんで、そこを曖昧にしてきたっていうことがあるんですね。だからそういう意味で言うと、漫画なら漫画のどの部分に光を当てるかで、いやこれはやっぱりサブカルチャーだよって言われる、悪いんで言われる場合もあるし、今おっしゃる通り先ほどが出てますと、本当にこれはもうメインカリと差し支えないものである、あるいはアートと言ってもいいかもしれない、文学と言ってもいいかもしれない、どこを切り取るかによって見え方が変わってくるっていうのがなかなか面白いけど厄介なところなんですよ。だから本当におっしゃる先ほど出てるようなサブカルチャーなのか、ボックカルチャーなのか、あるいはもう使わなくなりましたけどオタクカルチャーなのか、そういうどう呼んだらいいのかって本当に難しい問題なんで、TPO に合わせて僕らの方は使い分けてます。で、サブカルチャーの話に戻すと、サブっていうのは確かにその抑圧されたとか副次的なとかそんな意味もありますけど、一方でいいところとしては一つの集団に紐付けられる、つまり、その文化を共有する人たちの間に非常に強い仲間意識があって、でその他では居場所がないけれども、その漫画を通じてなら知り合って分かり合って友達になれるっていう優しさと深さがあったりもするので、だからそういうところのメインカルチャーであるんだけども、一方でそういうグループを作って居場所ができるっていうところもうまく活かしながらつなげていかないといけないんだろうなと思いながらやっているような、すみません、お答えになっているかどうか、そんな感覚でやっております。ありがとうございます。そうですね、やっぱりその、まあ、日本のカルチャーというのは本当に幅が広いんですけど、まあ、幅が広いがゆえにですね、まあ、いろんなで、まあ、先ほど小野さんも言われましたけれど、まあいろんな分野が分断されてた部分もあったのかもしれませんですね。山田さんどうでしょうか、その日本の漫画家としてですね、今までこう先ほど自己紹介で聞きましたけれど、いろいろこう変化してきているという話を伺いましたけど、書いているものもですね、山田さん自身がですね、で、まあ、先ほどのそのサブカルチャーなのか、まあ、メインカルチャーなのかという部分に何かこうご意見ありましたら。正直なところですね、漫画というものがメインカルチャーにこれからなるのかって言ったら、私は結構な疑惑というかちょっと不信感を持っておりまして、もうこの20年ほどやっぱり出版不況で右肩下がり、もう今書店さんがどんどん閉店しておりますから、もうほとんどもう電子書籍の方が紙の本の売り上げをもう超えてるような、もうそんな感じになりました。でそうなってきますと、もう漫画雑誌というものの部数そのものが下がっていきますから、やっぱりもう紙の漫画本からもう電子書籍、電子のウェブ雑誌っていう方にもうシフトしていく時代にもう入っちゃったんだと思います。ですけれども、その電子書籍になった時に問題点っていうのがかなりありまして、まず一つは編集者がいない。ウェブ雑誌っていうのはあるはあるんですよ、いろんな出版社からも出ておりますし、だけど
メジャー出版社が出しているウェブ雑誌もあるけれども、そうではない、なんか限りなくこう、ちょっと素人さんっぽい、なんかそういうあのウェブ雑誌もいっぱいあるわけですね。で、そこにはあのきちんとしたあの一から叩き上げたあの編集者っていうものはあんまりいないんですよ。で、編集者っていうのは一つの雑誌の中にある程度の人数があって、そして必ずあの一冊の本だけではなくて、その増刊号があって姉妹誌があって、それであの社内の中でも別の雑誌に移動、さらにまた別の雑誌に移動っていうふうに編集者が切磋琢磨して、そして実力をつけていきます。でも今みたいにあの雑誌がそもそもなくなってしまうと、掲載枠というものがなくなってですね、あの編集者が育つためには一番大切なのは新人漫画家を育てることなんです。でも新人漫画家を育てるっていうか、あの乗るため の, あの掲載される雑誌そのものがどんどんなくなっているから、編集者が新人育成をする勉強の機会がないんですよ。それでそのまんま今一つ寝れてない状態のまま不完全燃焼で定年を迎えるか、もしくはあまり実力がない漫画というものをあんまり読んだことのない編集者さんが一冊のっていうかあのウェブ雑誌を作っていくっていう、そういう現実もありますんで、そこであのいろんな漫画家さんがもうウェブでもいいやみたいな感じで、今はもうウェブからあの漫画を学んで発表していくっていう人たちもいっぱいおりますから、それでもいいんですけど、でも編集者がいなくても書ける作家さんはいっぱいいるんですよ。いっぱいいるけど、でも大体私なんかはあのもうどん詰まったらもう何を書いたらいいのかわからないし、もっといろんなジャンルを書きたいけどどんな風に書けばいいのかがわからないので、だからその時はあの編集者さんの意見というものをものすごくあの密に聞いて打ち合わせをする必要があります。でもその相手になる編集者さんがあまり当てにならないとものすごく不安で、そして自分たちはもう漫画だけ書いていたいから、他のあの版権の交渉とかですね、原稿料の値上げ交渉とかもうめんどくさいからしたくないんですよ。でもそういう編集者さんがいなくなっちゃうと、それを全部自分でしないといけない。宣伝とかももう今もうウェブを通して漫画家が自分で発信するっていう、なぜかそういう感じになっちゃったんですね。それはその出版社のまあその宣伝部員の数が減ったからです。ですからもう私たちももう漫画だけを書いて許してくださいというわけにもいかなくなったんで、だからこんなせちがらい時代になっちゃったから、メイン文化になって原稿料がアップして、そして自分の出している単行本の部数がアップする時代なんてこの先来るのかなと思うと大変不安なんですね。なんかネガティブ意見すいませんが、ありがとうございます。いや本当におっしゃる通りで、その今やっぱこの分野はですね、非常に、まあ、過渡期になってるのか、それともどんどん変化し続けるのかちょっとわからない部分はありますけど、本当に、クリエイターの方々に実際に収入が入ってるかというと入っていないし、で片やもうウェブでどんどんですね、出してる人はどんどん出していくけど、そうじゃない方はもう全然できないというような状況があります。で、それはもう現状認識として、まあ、共通の認識なので、まあ、これをちょっとこう打破していかないといけないということで、まあ、北九州の取り組みではですね、人材育成とかネットワーク構築にも力を入れていこうとしているんですよ。で、まあ、ちょっと大野さんに伺いたいんですけれど、まあ、漫画プロダクションを大野さんされていらっしゃいますね。で、まあ、この分野で人材育成を行うにあたって、まあ、いろんな人材育成を行っていかれていると思いますけれど、はい、まあ、今の取り組みとかあと課題となっていることとかをちょっとお話しいただければと思います。僕やってることは全国の、地方都市と同じ状況だと思います。いわゆるまあ、こういう漫画アニメゲームは全て東京にほぼ集中していて、でそこからその人気コンテンツというのがほぼあって、それがまあ数パーセント、あと90何パーセントは食えない。だけどポップカルチャーって そもそも食えないという現実があるんですね。新聞とか雑誌で見ると世界一とか言っててもほぼ食えてない、まあ、いわゆるアニメーターなんかまだ6万円だったんです、調べてみた。でそういう中で、じゃあどうやって、地方でやっていくのかっていうのが僕の課題でした。で、まず5年間 B2B、ビジネスの仕事をビジネスで返すということをやりました。で、それともっと言うと
2つのテーマでやったんですね。一つは眠ってる新人たち、もう東京を目指さない人たちで、目指せない人たち、もしくは東京で夢破れて帰ってきた人たちというのが、まず文文にあります。まあ、上にありますね。それともう一つは一世を風靡した漫画家たち、要は一世を風靡してマスで勝負できたんだけれども、僕は10年から15年の寿命だと思ってます。相葉先生はずっと書かれてますけど、その方々が一体どうなってるのか。松本先生はすごくもう大作家ですから生きていけます。でも一回有名になった方々は今どうなってるのか、それを今追い求めてます。それをもう一回、地元でやり直せないのか。それが、桃丸くんというあの人権の、キャラクターを いきなり作ったことがあったんですけど、それが萩岩睦美さんという、あの集英社で30年描いてきたけどいきなり切られたというね、そういう状況に僕は飛び込んでいって、地域のために漫画描いてくれませんかということでできたのが桃丸くん。こういう市場があるよねということを発見しました。で、新人とベテラン漫画家の2つがなんで地域のビジネスに結びついてないのか、でここを結びつけるとビジネスになるんじゃないのかということで、この3年勝負してきて今やっと光が見えてますね。でどういうことかというと、ビジネス界と漫画って結びついてないんですよ。なんていうかな、出版界と漫画って結びついてて東京を目指すんですけれども、ビジネスでこの辺のこう例えば TOTO さんとか全日さんとかと漫画って、あ、じゃあ東京の有名な作家へって、そういうくらいに、でも地域に漫画家がいて、でそれを TOTO さんの安全漫画を描いたりとか、コマーシャル漫画を描いたりすることができていて、でそれを PR に行ったり、もしくはセールスに行ったり、もしくは企画をプランニングしたりという人がいないだけであって、結びつくとそこでビジネスが成立するというふうに思ってやったらなんとなくなってます、今実は某ものすごく大手の製造業さんから安全漫画を描いてくれっていう、これ安全漫画描いてみるとすごく分かりやすいですね。でそういう市場が見えてきた。でそれでなんとか、なんですかね、今平均僕と仕事してる人は10万から15万ぐらいになっているわけなんですね、月にして。でそれは 無名なので、そもそも仕事がなかった、そこに対して10万から15万になっている、これは地域のビジネスをその漫画家と一緒にする、これはあくまでも有名を目指してないんですね。でここは地域にいたというやり方が人材の育成の中ではあるんだ。そしてお金が貯まるとその人たちは世界を、あ、もう一回東京行ってみようかななんて思う人。でもう一つは、あの地元に関谷久志さんっていう有名な漫画家がいたのに完全に忘れ去られてる。でその原画漫画ミュージアムさん5000点でも落ちない、これもう一回アニメで復活することできない。でまあちょっとあのキャラクター少し変えて、でこれを今やりたいなという思いもあって、実際地域に眠ってる宝ってあるのに、それを結びつけるプロデューサー的な人とかが、セールス的な人がいないがために全然もう分からんままになる。でこれをやっぱりやる。それでもう一個は九州コミュニティ一緒にやらせてもらってますけど、全国的にそういう自分の漫画があの出版社の世界にはいけないけど、自分たちで漫画を売って稼いでなんとか、まあ、収入は仕事の合間に漫画を売っていきたいという市場もあって、今非常にもう素人さんが面白い時代になってきたんですね。だから山先生とは相反することをやってる部分もあるんですけど、でもプロの方ももう一回再生して、なおかつ素人さんで市場を作っていくと、パソコンと人間しかいらない世界に今なってるので、逆に言うと何でもありなんですよね。人気が出れば何でもあり、ただしさっき言われたように、まあ、企画だとか編集っていうのがそこに追いついてない、ネットがどんどん行ってるので、ね、そういう状態じゃないかなと思って、あでもコルトはチャンス到来というふうに見てます。逆に、はい、すいません。はい、ありがとうございます。今そのビジネスの話が出ましたけど、まあ、丸口の後藤さん実際にビジネスにですね、つなげてらっしゃいますよね。そのアニメとか漫画のキャラクターを使ったレトルトのカレーの販売とか、はい、されてらっしゃいますけれど、まあ、そういうこのポップカルチャーの分野を活用したその商品化においては何かこう課題みたいなものがある？そうですね、まあ、本当、まあ、作るにあたっては先ほどお話ししました通り、やっぱりストーリー性をただパッケージを作っ
まあ、その有名な漫画家さんが使うとかじゃなくてですね、中身もやっぱりそれに沿った形で、さっき大事言われてたと思うんですけど、本当そこが大事な部分で、もうそこだけパッケージだけでいくと終わっちゃうんですよね。であと中身の問題も含めてですね、まあ、ちょっと今日いろいろお持ちしたんですけど、これが39の焼きカレー、しかもちょっと楽しみがあるように漫画なんで漫画の本みたいな形で、で先生がカレーが好きっていうので 1.5 人前入れてるんですけど、であとちょっと椎茸さんもいらっしゃるんで、こちらのバナナの焼きカレーで、大体レトルトっていうのはどうしても甘口がないんですけど、まあ、こういう甘口を作って、これも 1.5 人前で、やっぱり本みたいな形で、やっぱり展示するのもスーパーの中でも展示されてても、普通に置かれるよりは 本棚に直したような形のスーパーさんも今多いんで、まあ、そういった販売の部分ですね。それと山田先生の、まあ、ビキビエっていう先生言っていただいてるんですけど、本当は逆に言えばこのお弁当を食べていただいて、ぜひ先生の漫画を見てもらいたいっていうので裏にもちょっと入れて、で北九州市は環境にも優しいっていうことで、食べられた方がパッケージも持って帰ってもらえるようにですね、これ4本の漫画、もう先生がもう最初で最後だとか言って4本の漫画もう嫌いで書いていただいたんですけど、本当福岡北九州下関のストーリーで書いていただいて、このパッケージの裏にはここにはですね、東北の震災もあったばっかりだったんで、それの応援のメッセージをちょっと書いていただいたんですけど、でこれが先ほど言ってた新幹線開通にあたっての松本理恵先生、新潟鉄道すりないさくら、こういうのもですね、いろんな形で、まあ、本当ここにも日付がずっと残るんですけど、この日に東北の震災が起こって、開通する1日前にそういうことがあって、まあテープカットの先生来られる予定が来れなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、とまあお弁当で歴史も分かるような形で公開してるんですけど、本当一番やっぱりこういうものを作って、なかなかこうアニメとかポップカルチャー分かってもらえる方がまだまだいないっていうので、店頭に置いてもらえないっていうのが現状なんですね。本当小倉駅周辺はやっぱり漫画ミュージアムさんがあるので、じゃあこういう漫画のものを置いてほしいとかは依頼は来ることはあるんですけど、なかなかいいものをこちらでは作ったとつもりなんですけど、なかなか発信とその辺がうまくいってないっていうのが現状ですね。なんか今後作るにあたっても、まあ我が社だけじゃなくてもいろんな商品があると思うんですよね。食品に関わるもの以外でも多分漫画を通じていろいろあると思うんで、逆にそういった商品を集めて作っても、そこがこうなんかいい形で発信できる場所とか置いていただけるところ、そうなると多分まだまだこういろんな企業さんもこう取り組みとして、やっぱり作って在庫がいっぱい余ってどうしようかっていう悩んでる状態だったら結構厳しいと思うんですね。まあ、そうならないでいいように、まあ、いろんな仕組み作りとか、まあ、いろんな形で取り組みをやっていきたいっていうのと、まあ、こういう、まあ、政策っていうか、こういう企画して商品開発にしても結構お金的なものがかかるんで、まあ、逆に北九州とかこういろんな意味の、これはもう北九州でやってるだけで、これは各県でも使えると思うんですよね。地元のものを一生懸命こうそういう商品で発信をするっていう意味では、まあ、そういったところにも助成金とか何かこういろんな形でもっといいものが商品ができると思うんで、逆にそういったところにもそういう協力とかですね、あればなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。今まあ、ビジネスの話、まあ、実際のところなかなかですね、まあ、ご苦労されているという話なんですけど、ビジネスでいうとやっぱりいろんな、まあ、新しく起業される方であるとか、まあ、漫画のクリエイター、アニメのクリエイターいっぱいいらっしゃって、で北九州ではこの、まあ、ファイビットもそうですけれど、岡さんがやられているコロキングスペースもそうですけど、そういう、まあ、スタートアップ企業であったりとかですね、いろいろ、まあ、取り組みがされているところなんですが、
福岡さんちょっとお尋ねなんですけれども、今回この会場コワーキングスペースに、なって、まあ、全国的に増えてますね、コワーキングスペースで、その、まあ、拠点運営で見えてきた課題であるとかありましたら。はい、一応全国でハビットが今約20拠点ですね、国内の方でありまして、まあ、その中では北九州と東京 その京橋と北九州ですね、弊社運営のところで携わらせていただいているんですけども、やはりあの東京の都心であると、フリーランスの方であったりとか創業を目指す方っていうことですね、非常に多くて、まあ、その中でもですね、やっぱり地方から上がってきて東京でチャレンジしようっていう人がもうたくさんいらっしゃいます。でやっぱり我々そういった方たちと会話してて思うのは、もうパッションの部分の違いがですね、やっぱり会社一つ起こすのにはあのお金も当然必要なんですけども、何よりもその本人のエネルギーですね、でそれをもってしてそのエネルギーに、賛同してくれる人が、ついてきてくれるから、あの企業活動というのは当然できるということで、まあ、そういったところ の, あの、まあ、変な話を我々からすると温度差みたいなものを非常に感じるので、まあ、地方でもそういった方たちがいわゆる輝けるような環境をやっぱ作ってあげることがですね、まあ、東京に行かないとダメだという、先ほどのこのポップカルチャーのお話もそうなんですけど、そういった都市にあの中央に行かないといけないっていうイメージとか、そういったものを払拭するために環境を構築してあげることがやはり大事なのかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。でもそういう環境づくりのためにも、私どもその今回メディア芸術の拠点に、指定していただいたので、そういったことをですね、これから皆さんと一緒にですね、進めていきたいというふうに思っております。で、まあ、一方ですね、今年度からあの国際情報発信ということで、まあ、外に向けてもですね、取り組んでいこうということで、まあ、その拠点に指定していただいているんですけれど、それで、まあ、椎滝さんに伺いたいんですが、日本の、まあ、文化芸術をですね、まあ、海外に先ほど発信されているというお話だったんですけれど、まあ、苦労した点であるとか、あと工夫されている点とかありますか。私は本当に個人で一からわからないところにネット検索して、でフランスのイベントに参加したことがあるっていう個人の方の記事を見て、自分たちも行ってみようみたいな、そんな感じでぶっつけな感じで行ってるんですけど、フランスもそうですし、あと台湾とか、あとアジア各国、香港とか中国とかシンガポールとかベトナムとか、いろいろなところに行って思ったのは、日本よりも漫画とかアニメとかそういうのを美術品、絵画を見るのと同じような感覚で見てくれてるっていう人たちが多いことですね。日本では長い時をかけて今でもやっぱり60歳以降の方々にとっては漫画というのは子どもの親しむものとか、そういう意識の違いが断層で分かれています。ただ海外の人たちっていうのはいっぺんに手塚治虫さんの時代の漫画とボーカロイドの初音ミクとかの最近の作品が一度に入ってきているので、まあ、いい意味では境界線なく全部楽しんでるっていうところがいいところで、まあ、話は戻って、私が個人的にそのイベントに参加するときには、まあ、大変なのはとにかく言葉が全然わからないので、私は英語もいまだに挨拶以外はほとんど話せません。で現地で日本語を喋って誰か助けてくださいって言ったら、日本語が話せるお客さんが中にいらっしゃったりします。ジャパンエキスポとかコミックイベントはやっぱりほぼ9割方日本の漫画とかアニメ作品 の, ファン活動している人たちが集まっているので、独学で日本語が分かるようになったファンの人とかがいらして、でその中に優しい人たちが助けていただいて、そのつながりでなんとかやってきています。でそれですごく助かるのは、言葉の壁以上にそこの国の価値観、習慣とか法律の問題、そういうのが違います。例えばその香港のイベントに関しては外国人はお金のやり取りをしてはいけないという法律があります。なのでどのみち日本人は自分たちだけで行って活動はできない。なので香港人のお友達にお願いしたり、でフランスでは先ほど私絵本のイラストを描いたと言いましたけれども、これは本当に運が良くて、2009年に自分自身がフランスに行った時、そこにちょうど通りかかった絵本を作りたいっていう立ち上げたばかりの社長が通りかかって声をかけてくれました。
でそこからあのかぐや姫のフランス語バージョンの絵本を手掛けさせてもらったんですけど、そこであのやり取りで少し苦労したのが、日本ではあの原稿を書き下ろすとまずあの原稿料というものが発生します。でさらにそれが税品になって本の、まあ、あの印刷した印税というものが支払われます。ただフランスでは原稿料か印税かどちらかしか選べないようになっています。だからまあそういうところだったり、あと契約書 の法律、そこ法律ですね、いろいろなんか著作権の問題も難しかったり、あとはあの、まあ、現実的にはイベント、お金を払ってイベント会場に行った時、搬入の時に机と椅子がないとか、そういったあの結構ルーズなところが海外イベントでは多いので、そこで、まあ、私はあの苦労した点ではあります。あとあの私自身が工夫している点としては、基本的にあのやっていることは日本のイベントとあまり変わらないんですけれども、あのその国 のお客様たちの好みに、あの日本とは少しだけあのセンスの違いがあったりします。なので実際イベントに参加して、であの、まあ、4日間開催とかになると1日目であの売れ行きのいい商品 その共通点を探ります。で2日目からはその日本と違う売れ方をした時には、その国に合わせたあの人気作品を前に押し出してみたりして、そうやってあの4日間のイベントで探っていきます。はい、何か役に立ったらいいですか。ありがとうございます。そうですね、法律の問題とか、まあ、文化の違いもありますから、どうしてもですね、まあ、日本だとこうきっちりやるのに、海外だとこう非常にルーズにですね、まあ、出店場所がないとかいう話にもなるのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと時間がですねもう非常に押してきましたので、最後ちょっと岡さんに伺いたいんですけれど、海外であの活動されてた経験もありますし、今あの実際に北九州でですね、あのネットワークを構築して、まあ、あの街づくりに反映していくための取り組みをされていると思いますけれど、まあ、今までの取り組みであるとか、まあ、これからの方向性、あとまあ課題とかありましたらですね。ですね、今日私ずっとお話聞いていて、まあ、最初のアンさんと表さんとこの話結構面白かった、すごい重要なポイントがあって、僕アンさんちなみにテッドトーク見ました、すごいよくて、彼女はあのその文化の前の世界観の話を過ごしてたんですね。ちょっとそこまで一回もう話戻るんですけど、僕そのカテゴリー分けの話を表さんがされてて、それで思ったんですけど、西洋的なものと東洋的なものが結構はすごい重要で、あの東洋的なものというか、まあ、日本の場合っていうのはあのカテゴライズはそんなにあんまり知ってこなかったようなところがたくさんあるんですよね。そういう意味であの逆に言うとアメリカみたいになんか大きいストーリーがないじゃないですか、自由とかあの、ね、インディビジュアルみたいなところってあんまないので、そういう意味ではいっぱいたくさんストーリーが作れるっていうのが日本のすごい面白いポイントだと思うんですよ。だからカテゴライズするのはちょっと難しいっていうのが結構あって、でこういうところが僕はすごく日本的であることと、あともう一つはだからこそ多様性のあるそのところの領域が日本の、まあ、漫画とかアニメがリーチできやすいエリアになっているというのがすごい面白いと思う。ただしそうすると、まあ、この質の問題、これビジネスモデルの話も後半ビジネスモデルになってたんですけど、キュレーションっていうかそういう編集者がいらっしゃらなくて、こう学ぶ場がないとかってい こうビジネスモデルの変容と体制が整ってないこととか、多分そういう問題もあって、それでその、キュレーションとか新しいビジネスモデルをにシフトしながら、そこの環境づくりみたいなやつが全然足りてないとかよく今話を聞いてて分かったんですね。でこのパターンっていうのは日本の歴史とその漫画、まあその世界的にも結構あのジブリみたいなやつってすごい、なんか YouTube とか見ると久しぶりに音楽聴いてすごい懐かしくて涙が出たとかいっぱいあるんですよ。でそういうの見るともう世界の人ちっちゃい子にジブリ全部見てたりするから、もう当たり前の環境が整っている。だけどその日本の元々の古来のものが、カテゴライズするのが難しいとかいうのまで、これどうするかって問題は我々の前には誰もいないので、非常に01をやらないといけないわけなんですよね。そういう点で北九州ってずっと01をやってきた街なんですよ。あの、まあ、八田製作所から始まってプロジェクトシティだと思ってるんですけど、なのでこのプロジェクトシティならではのやり方でですね、この問題を前に進めようって思ったら自信持ってやらないといけないですよね。あの我々の前には誰もいないんですよ。
だから我々がどうするかっていう問題に全てはかかっているんじゃないかろうかなというふうに思いました。それで、まあ、あとビジネスモデルのところですね、まあ、特にキュレーションだとか体制だとか整ってないっていう話だったり、もしくはその、まあ、サイドビジネス系ですね、丸藤さんのお話もそうなんですけど、でこの辺のビジネスモデルの設計みたいなところでちゃんとやった方がいいのかもしれないですね、うん、キュレーションなんていうのは多分その質の問題とキュレーションがすごく多分重要になってくるっていうことになると思うんですよね。昔は編集者がしっかり教えてたんだけども、もうそういうのがいないんで、じゃあ誰が質のいいやつで言うか、例えば、僕は文化は総じてその時代の人を勇気づけると思ってるんですよ。文化はその時代の人を勇気づけた文化だけ僕残ると思っているんですよね。だからそれぞれあると思うんです。つまり漫画の中にはそれぞれ誰を勇気づけてるのかっていう問題があって、その辺をキュレーションするという仕事を誰かやらないといけない。でこれは多分ビジネスになるんで、ここはちょっと大いにそのゼロイチをやる考え方から我々の課題をビジネスとして捉えて前に進めるみたいなのがいいんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。非常にですね、今のお話、特に最後の、まあ、勇気づけた文化が、まあ、花開いていくと、まあ、その年は反映していくんだという部分、非常に示唆に富んだことがあると思います。で申し訳ございません、ちょっともっとですね話をしたいんですけれど、そろそろちょっと時間になってしまいました。はい、ここら辺になりますけれど、はい、専務官よろしいでしょうか。それではですね、最後に宮川専務官からまとめとして一言お伝えいただきたいと、よろしいでしょうか。今日本当に貴重なご意見聞かせていただいてありがとうございました。課題がいろいろあるなというのを今日感じたところですので、今ここで答えを出せませんが、国の政策を一生懸命やると、今私は文部科学省というのは文化、教育、スポーツ、科学技術というのが4所所ありまして、そのうちの教育と文化が私の担当です。ですので今日せっかくここで車座トークができて、皆さんから率直なお話を伺いましたので、著作権の話とか文化財の話とかってどん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 進んではいるんですけれど、全く違う視点の、これから政策が必要だなということを今日改めて感じましたので、持ち帰って検討をすぐ始めたいと思います。本当に今日は貴重な時間ありがとうございました。皆さん本当に限られた時間でございましたけれどもありがとうございました。ちょっと最後にですけれども、本日ご公務非常にお忙しい中なんですが、北橋健二北九州市長様駆けつけていただきましたので、ここでちょっと急に振って恐縮なんですけれども、市長からも一言お言葉を頂戴できればと思います。一言お礼を申し上げたいと思います。今日は宮川大臣政務官をはじめ文部科学省の皆様のご意向がお越しいただきまして、おかげさまでですね、この地元で、この漫画文化をはじめとして一生懸命頑張っていらっしゃる各界の方々とこうやって一堂に会するというのは秘書としては実は初めてでございまして、本当に率直なライブで聞かせていただきまして、もっと頑張らならんという気に今日は幹部職員も一緒でございますけれども、これはもう本当文部科学省の皆様、ご臨席の皆様の率直なご意見を聞かせていただいたおかげでございます。本当に心から御礼を申し上げたいと思っております。よくメディア芸術でありますとか、さまざまな分野で政府の方から事業を採択していただいたりして今日になっておりますが、地方の自治体からいたしますと国の方で、そのように選んでいただくというのは大変大きな励みになっておりまして、その私どもの その感動喜びをですね、今日いらっしゃっている地元の各界の方々ともっともっと共有をしてですね、チャンスをもっといっぱいできるようにバックアップをさせていただきたいというふうに願っております。ちょうど漫画家サミットがアジアのサミットが来年秋開かれることになりましたので、これを一つの大きな目標にいたしましてですね、一層今日出たご意見を斟酌をして頑張らせていただきたいと思っております。娘にこの間動画を見ていて驚いたんですが、文学活字離れの時代でありますけれども、太宰治とか森鴎外のアニメを見ました。そして下にですね、どこの言葉でしょう、スペインかポルトガルかわからないんですけど、文学がアニメになって海外に輸
出されてまたネットで戻ってきてるというのを見ましてですね、この日本のアニメ漫画というのはまさにトップカルチャーだというふうに最近しみじみ思っておりますので、どうぞ皆様ますますのご活躍をお願いしております。ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして車座トーク終了させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。